明るくなります。ご案内いたします。まもなくこの列車は岡谷駅に到着いたします。岡谷市は明治の初めから戦後にかけ生糸の輸出量世界一を誇った製糸業の町です。またうなぎの消費量も全国的に高くうなぎの町としても有名です。例年5月にはスルビネ公園に約3万株もの色とりどりのツツジが咲き誇ります。お越しの際はぜひお立ち寄りください。